皆さんこんばんは。キックオフ鹿児島の時間となりました。奄美空港に来てるんですけれども、なんか来てました。え、なんか一人観光に来たような人が。おはようございます。おはようございます。ようこそ奄美へ。はじめまして、奄美さん。はじめまして、奄美さん。奄美空港でじゃないですか。はい、なぜ奄美に来たかって言ったら、奄美といえば昔キャンプをさせていただいたり、なんならあの J リーグに上がる前は奄美でホームゲームってものもやらせてもらいましたから。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあユナイテッドとしては思い出の地かなり。なのでそういった場所をちょっと思い出を振り返りながら、はい、歴史をちょっと知ってもらいながら、思い出の地を巡ろうかなと。今夜のキックオフ鹿児島は特別編。花上応援リーダー奄美キャンプでの思い出を語ります。そして奄美大島の子供たちと交流。ミニゲームでは下鶴さんにゴールのチャンスが。僕はだからそれこそ2015年15、16、17に来たんで、まさに7年ぶり、うん、ですね。懐かしいな、マジで懐かしいですね。でその前身のクラブの時も FC 鹿児島っていうチーム、選手権監督してる時に奄美キャンプ来て、その時はもう自分でレンタカー借りて荷物積んで、選手が来る前にこう練習の準備してみたいなとこからやってましたね。訪れたのはユナイテッドがかつて2度キャンプを行った太陽が丘総合運動公園。久しぶりにグラウンドに足を踏み入れます。懐かしい。ああ広いですね。全く変わってない。いいかも、ここで体を動かすと。ユナイテッドが来るってなって、はい、グラウンドとかもあの地域の方々とか、はい、奄美の方々がちゃんとしなきゃっつって、みんなでこう種を植えてくれて、芝生をしっかり養生してちゃんとした状態でっていうとこ来た時びっくりしました。でここで一発目のキャンプがスタートして、でキャンプの最終日に初めての練習試合を大島高校として、でその初めての奄美キャンプの試合のゴールが僕でした。あっちのゴールに決めました。覚えてます。覚えてる。奄美の地元 その高校生、中学生、小学生、まあ、サッカー教室とかもしたんですけど、すっごいだから濃ゆい、俺らなんか伊藤も含めてやっぱ鹿児島だよなっていうのを感じながらキャンプさせてもらったんで、めちゃくちゃ思い出深い場所であるし、いいな、これぞプロがある意味だよなと思いながらキャンプしてましたね。あーでもより分かりますね。分かると思いますけどね。奄美キャンプの時もすごい感じましたけど、その練習以外の時間でもすごいパワーを感じることができて、うんうん、リフレッシュできますね。リラックスでしてね、めちゃめちゃあの有意義なキャンプになりました。だからまた来たいなってめちゃくちゃ思いますけどね。水平線？あの島みたいな、はい、そうです。あれはあれですよ。あれ島ですか？あれ島です。わ、わかんないです。どっかっすよね、あれ。徳之島。ちょっと大丈夫ですか？待ってました。待ってる、いいぞ。そういう番企画じゃないですよね、今日。大丈夫ですか？でも運動神経いいわ、やっぱ。うん、これもう絶対カメラはもう、そうだよね、下につけなかった。危な、大丈夫ですか？連絡するから。どころ下にゴー行くのか。見てないからね。怖い。皆さん気をつけましょうね。そんなカメラマンのハプニングもありましたが、ここでテンションの上がった田上さんが下鶴さんにサッカー教室。ボール出ました、はい、一緒にこの相手と走るじゃないですか。ちょっと速いですね、ゆっくり。走った時も何見てるかって言ったら相手の重心見てるんですよ。
僕はじゃあこっちの足ついで走ってる時、ここ今ぶつかってください僕にドンって。耐えれるじゃないですか。こっちでまた帰ってこられるじゃないですか。はい、だから外側の足を相手がついた瞬間にぶつかってもらってですか。僕はこっちの足をこうついた瞬間にこう来て、はい。バランス崩れてボールから遠くなって次行けなくなるんですよ。確かに。そうだから僕 J2 の時レベル上がって相手も強くなって、何をどうやって生きていこうと思った時に重心とか相手のついた足。だから相手が外側の足ついた時にぶつかってボール取るみたいな。確かに。そういうのをもう勉強しまくって。だからサッカーって多分ちっちゃい選手でも戦えるし、身長とか関係なく、そう足のスピードとか自分の弱みとかがあっても何かで補えるっていうのがサッカーなのかな。田上さんのサッカー談義は止まりませんでした。ありがとうございます。この後は奄美大島の子供たちとボールを追いかけます。ミニゲームでは下鶴さんも参戦。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんキックオフ鹿児島見てますか。見たことある人。おお。本当に嬉しい。現在放送中のロングキックチャレンジシーズン4、その挑戦を前に子どもたちに集まってもらいサッカー教室を開催。ドリブルやボールタッチなど基礎練習の大切さを伝えました。さっきはみんな膝で踏んでました。こうやって膝で、今優しくって言ったからこっから引き上げて触るようになってる。これずっと続けたら何がいいって、足が速くなる。股関節を使えるようになれば怪我が少なくなります。だからこういうボールタッチの仕方、触り方大事なのでやって、いいですか。いや、意識してください。いいですか。そう、ナイス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 。お、いいねいいね。じゃあ試合でここで止まっちゃったらどうなる。取られるよね。じゃあ何のために今トラップ練習してんの。試合で使えるためじゃない。だったら試合中のつもりぐらいで本気でここまで止めるまで、自分のボールにするまでやった方が絶対練習になる。 100% です。だから毎日毎日が、ね、練習があるたびにコーチたちが一生懸命教えてくれるでしょ、監督とか。それをなんとなく聞いて、なんとなくやってる人は、それはなんとなくしか上手くならないけど、自分がどういう気持ちで今日の練習トレーニングに臨むかどうか、それで上手くなるかならないかが決まる。そして子供たちへこんなエールを送りました。ナイス。次のプレーまで。プロの選手でもあるんだけど、試合の時に大チャンスでシュート外す人、そんな経験ある人、これは子供でもプロでも一緒で、外す人の8割は、あ、チャンスだチャンスだチャンスだ、ボール見てないの。だから当たってなかったり、ちょっと下蹴りすぎたり。だからボールを見るっていう習慣はつけてた方がいい。俺が上手くなれたっていうか、プロになれたのは、超下手くそだった俺が、こういうつまらないって思う練習を、いかに自分がこれができるようになったら絶対楽しくなる、絶対試合に出たい、そういう思いを持ち続けて、ああいう練習を一生懸命やってました。だから今の俺下手くそだからじゃなくて、未来の成長してる自分を信じて頑張ってください。いいですか。はい。よし、つまんなかったから最後ゲームしようか。さてここからは子供チームと大人チームに分かれてミニゲーム。下鶴さん試合に初参戦です。いただきます。保護者の声援やチームの皆さんの気遣いもあり、何度もパスをもらう下鶴さんですが、ボールに怯えます。しかしここでチャンスが。惜しかった。
その後は果敢にチャンスを伺いシュートにも挑戦しますが、ゴールとはならず。そんな中、田上さんが見せてくれました。会場も盛り上がります。子どもたちは早速学んだことを生かしながらボールを追いかけていました。奄美大島で出会った皆さん、ありがとうございました。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 